はい、326回始めます。今日12月12日です。NHK スペシャル、うん、新型コロナ病棟命を見つめた900日っていうことでね、見ました。まあ一番私が良かったのがね、ナレーションが吉川晃司だったっていうことね。いや、吉川晃司は役者としても最高だし、ナレーションも最高でしたね。あの、なんとも言えないね、低い声、落ち着いた声、いや、吉川晃司かっこいいっす。あと、このね、新型コロナ、まあ、命を見つめた900日ということで、あの、エクモつけての出産っていうのがね、あの、メインで扱ってましたね。あの、本当にね、まあ、妊婦さん、コロナにかかった妊婦さんが出産して、その妊婦さんが、まあ、お子さん産んで、退院していくまで、うん、やっぱりお医者さんの方も試行錯誤っていうかね、初めてのケースだし、事例だし、うん、あと症状もね、こうすれば治るっていうものでもないしね、まだ確立されてないっていうかね、未知の、うん、で第1波第2波第3波とかってね、その歯によってね、ちょっとまだコロナもね、だん、あの、だいぶ違うみたいなんでね、症状とか、うん、本当現場を手探りでやってるんだなっていうのが伝わってきましたね。うん、あと後遺症とね、あの、戦ってる若い女性、うん、学生さんなのかな、スポーツやってるような方だったんですけど、いてね、やっぱり後遺症ね、うん、本当に周り理解でき、なかなかね、本人じゃないと、で、うん、その人その人によってまた違うしね、後遺症っていうのはね、まあ本当にね、コロナはね、本当にいろんな面で人類が試されたっていうような病気なんだなと思います。で、今はちょっと収まってますけども、またね、増えてくるのかもわかんないんで、この何回か前で、あの、グループホームの、うん、障害者施設、身体障害者、知的障害者のグループホームとか作業所とかの会社さんの苦労話やったんですけども、またすぐね、またコロナ第8波とか第9波とか第10波とかあるのかもわかんないんでね、しっかりした準備、制度とか仕組みとか、またこうなるんだからっていう、ある程度もう見えてきてるんでね、うん、どうなるか、第10波が来たらどうなるかとか、そういうのを、しっかりこれまでの反省踏まえて、今のうちに、今ちょっと余裕あるんでね、整えてたらいいなと思います。はい、まあ医療関係者ね、もちろん大変だし、うん、頑張ってるなと感心もするし思うんですけども、うん、もうやっぱり思うのが、コロナ、本当特別な病気として扱うんじゃなくて、一番はやっぱりね、最初から志村けんさんの時からそうですけど、コロナにかかって入院してしまったら、外部と全く接触断たれてね、骨になって帰ってくるっていうのは、要はね、これ骨になって初めて対面、家族とか親族と、これはないよっていうのはね、未だに続いてるみたいなんで、そこだけはなんとかならないのかなって思います。ガラス越しでも、防護服越しでもいいし、ビニール越しでもいいし、やっぱり家族とかとは面会できるような体制っていうのはね、私は優先的にやるべきだと思う。うん、感染のリスクっていうのは抑えられるわけだから、そういうことすればっていうのはつくづく感じました。はい、もうほんと簡単ですけど、それぐらいしか思いませんでした。ということで326回終わりにします。すいませんでした。短くてありがとうございます。